こんにちは、ひかりです。今回はこちらですね。100円ショップのキャンドゥに行ってきました。まずびっくりしたのは、100円ショップのキャンドゥのキャラクターって、犬のキャラクターで名前がワンドゥなんだって。発見ワンドゥらしい。初めて知った。まあ、僕はあんまキャンドゥ行って、行ってないっていうか近くになくて、あんま行かないんだけど、たまにね、行くんだけど、ま、c a n d o といえばね、何かっていうと、おもちゃ写真とか、あとミニチュアジオラマ それにね、使えるね、アイテムが多いんですよ。キャンドゥって。セリアとかダイソーに比べてね。まあ、セリアダイソーも多いんだけど。でね、今回買ってきました。おもちゃ写真にね、使えるものを。おもちゃ写真っていうか、おもちゃ遊びというか。はい。キャンドゥワンドゥですね。それをちょっと紹介していきたいと思います。そう。じゃあ、一つずつ。まあ、あ、なんていうのかな。えっとね、名前はクラフトボードっていうのかな。これ。ババン。こういうやつですね。 クラフトボードの、クラフトボードウッドクラフト用か。背景ボード。背景ボードだ、背景ボード。こういうね。まあ、これは、別荘をイメージしてるやつみたいですね。はい。まあ、ドールハウス風にディスプレイができるっていうね。まあ、ウッド、ウッドクラフトっていうのも別売りであるんだけど、これはそんなリアルじゃないんだよね。そう。で、これね、こんな感じで。ちょっと見ていこうか。まあ、見てった方が早いよね。 僕の拙い説明よりね、見た方が早いと思うんで。おそい,いや、今日も暑いな。これですよ、これ。こんな感じで、ほら。わかるあ、これちょっと冬だなあ。待って待って待って、タイムタイムタイム、これ。違くない別荘、あ、これ冬っぽい、ちょっとこれ。え、なにこれ。ツーウェイ両面試乗できますなんだけど、 これ、両面、えあ、あ、この柄なのね、これ。ちょっとこれは微妙だな。あの、まあ、これがまあ家の中でしょ。ほら、もう家の中っぽくなってるでしょ。で、これを下に引けばいいんだよね。こうやってね。これがまあ家の中で、こう、まあ、これちょっと冬っぽいからあんまあれなんだけど。で、外側はこんな感じで、お、リスがいる。外は外になってるっていうね。まあ、ドールハウスが作れるよっていうね。はい。両面付き合ちょっとこれ、イメージと違ったな。 これじゃなかった中身 <laughs>。ちょっと待って。これじゃなくて、今回ね、もうちょっと夏っぽいのはいいんだよな。次これ。ここに書いてある絵とはちょっと違う場合があるっていうか、こっちか。今回ね、慌てて買ってきたんですよ。ちょっと時間なくて。だからちょっとね、柄をね、ちゃんと選んでなくて、何種類あったかもよ一個わかんなくて、全種類は買わなかったんだ。まあいいなと思ったやつをちょこちょこって買ってきたんだけど、 砂浜っぽいこっち夜でこっちで昼間って感じ。あいいね。夕方のこう砂浜ができるわけね。これを超えれば。こんな感じで。ほら、ぽいでしょ。これをこれ。これにまあ、フィギュアとかをこう載せるといい感じになるよっていう。 こう枠にちゃんと収めればいいの。こうやって。どうなかなかじゃないどうすかどうすかこれね、結構好きなんだよね。一回はそんなこともあったんだけど、これね。動画ではちょっと紹介してなくて、こっち側は普通のね、海だね。まあ、入ってる内容とし,内容としては、厚紙がまあ2つって考えたら、まあ100円だからね。まあ、安いか高いか微妙なところなんだけど、 これ自分で作るの大変だから。そう考えると、これはね、安いんじゃないかなと思います。他にもこれね。あ、これも良さそうなの、ちょっと全部開けていこうね。あ、名前書いてあるね。海の景色、山の景色だって。ウッドクラフトでいいのこれ、名前。一応こんな感じで芝生。こっち、あ、芝生いいじゃん。 これおもちゃ動画とかにも使えるね。ほら。こんな感じかなこっちかな夜は。あ、いいね。よくわかんないけど、この、このなんか明るさの違いよくわかんないけど、これ。こんな感じで。こうやって。うん、この銃持ったりょうさんだとなんかどれもあれだな。<laughs> と言ってももう一個あるんだけど、フィギュアーツ、今手元に。 スネープ、ちょっと変だよね。も、ま、う、あ、こんな感じになるわけですよ。面白いよね。これ写真とか撮ると特にいいですよ。うん。よくね、ツイッターとか見てると、おもちゃ写真とか撮ってる人は大体使ってる人が多いですね。うん。とか、あと、ドール関係の人とか。まあ、あの、ネオブライスとかは無理だけど、プチブライスとかさ、そういうのにはいいんじゃないかなと思いますけどね。で、こういうのもあってね。 これは、んなんだこれは。まあ、全部1個100円なんでね。c a n d o はとにかくね、レジがめちゃめちゃ並んだ。うん。店員さんが一人しかいなかったからね。お、こんな感じ。なんかいいね。こんな感じさ、なんかさ、志村けんのさ、番組のコントとかであるよね。こういう感じの背景。 でここで志村けんとさ、上島竜兵がなんかやり取りするみたいな。ありますよね。いいね。お、いいんじゃないいいんじゃない後ろもね、こう折り曲げればね、ま、行くんだけど。まあ、こっちもこっちで。ちょっとおしゃれな。感じこっちまた芝生か。面白い。して、あ、これね、使ってる人多いんじゃないかな。和室。和室の床の間。 和室ですよ。和室はね、使い勝手がいいと思うんだよな。畳でしょ畳どっちがいいかなこっちの方がいいかなこうかなこっちもこうか。向き的には。で、こんな感じで和室。キャンドゥいいね。これはいいよ。こんな感じで。あ、これなんかりょさん合いそうだな。一人暮らしのアパートとか欲しいけどね。こんな感じで。 <laughs> なんか、人形感が出ちゃったけど、すごい。いいんじゃないちょっと今回、銃持ってないりょうさんにすればよかったかな。で、まだまだ今回、いろいろ買ってまして、これね、次は。リビング。あ、リビング、俺、持ってたな、これ。持ってるな、これ。ちょリビングは持ってますね、これね。ちょっ持ってるんで、これ、一旦開けないと、こ,こ。次。 リビングちょっとまた違うタイプのリビングだねほんとね100円ショップのねキャンドゥはねこういうねおもちゃ写真撮るのにねおもちゃ写真って言いづらいから略していいおもちゃって言うんだけどおもちゃ撮るのにいいものがねいっぱいあるんですよあこれいいじゃん絨毯とまあ木の床で内側はこんな感じだね あ、いいじゃん、いいじゃん。じゃ、これね、木の床でいいんだ、本当は。僕の場合。木の床のまんまでよくて。これさっき絨毯あったけど、絨毯はね、別で買ってるんだ、今回。こんな感じ。ペルシャ絨毯みたいなやつのインテリアマット買ってて、これね。こういうのも別であったんですよね。これマウスパッドっぽいんだけど、マウスパッドとも書いてないから、本当にもう、おもちゃ写真用だよね。 ほんと振り切ってて好きですねいやこれ別にさうわ本ほんとだ質感が若干ねザラザラしてるからなんか布感が強いからマウスパッドにはならないけどこれマウスパッドにしてもいいかもねこんな感じで絨毯うた敷いてさちょっとぽくすればほらなんかスタジオっぽくなっちゃうけどねこんな感じでなんかいいおもちゃあるかな ドラえもんとかじゃまたちょっとサイズ感が、まあ、サイズ感は正直ね、あの、リアルを追求する人はサイズ感気にすると思うから、まあ、フィギュアーツぐらいがぴったりかなと思うんだけど、リアルを追求しないおもちゃとしてね、もう遊ぶ人、みたいな、僕みたいな、そういう人は、もうこんな感じでドラえもん置いたりとか、もうなんでもいいと思います。まあ、ちょっとちっちゃすぎるけどコナン置いたりとか、まあ、このまあ、こうなっちゃうともうめちゃくちゃだけどね、なんか。こっちと違うな。やっぱフィギュアーツなんだよな フィギュアーツ合うんだよなでもこの家にりょうさんは合わないよね。なんかこれは誰の家だこっち亀で言うと。な、中川とか玲子って感じでもないんだよな。まあ、あれだな。大原部長だっけん大原部長だよね。大原部長の、なんか、応接間みたいな。大原部長の家のね。大原部長の家ってなんか相当遠かったイメージなんだけど。確か。 その忘れてきてるな最近見てないから読んでないからっていうか中学の頃にめっちゃハマったんすよこっちカメラね外はちゃんと家になってておいいね若干ねスタジオ感出ちゃうけどいいよおもちゃ写真撮るにはほんといいこうやってけばさもう全然わかんないでしょおお、まあ、動画だとね若干あれかもしんないけどこうなってあちょっと待って左側にあれ写ってるな プラス、壁に貼るシールとかなんかね、他にも色々あったんだよ。時間がなくて今回はあんま変えてないんだけど。そうそう、いいでしょう。あ、これいいな。ここいいな。ねまあ、さっきのウッドクラフトみたいなやつで、あの、ソファーとか作ってもいいし、また別でね、揃えてもいいと思うし。うわー、これいいな。面白い。いや、どうどうみんな。 100円だからちょっとね買ってみるのもありかもしれないまあ言っても厚紙だけどしっかりしてるんだけどまあでも経年劣化はあると思うんだけどねでも100円だからねまたどんどん新しいの買っていけばいいんじゃないかなこうやってドラえもん載せてなんだお前は <laughs> いやいいんだよあのねリアルを追求しなくていいと思う めちゃくちゃで。まあこれインテリアの木とかもね、これはちょっとセリアのやつで、またジオラマの、ね、縮尺が違うんだけど。わあ、面白くなってきたな、これは。どうですか、皆さん。これなかなか良くないですかまあ、そうだね。これはね、スネープとかは合うかもしんない、この家に。 スネープ今ね、このフィギュアーツね、めちゃめちゃ安いですから、アマゾンで。2500円ぐらいかなうん。めっちゃ安いんですよ。僕は買った時の半値ぐらいになってるよ。ま、あ半値とまではいかないけど。僕はね、ほぼ定価で買ってるんでね。わぁ、なんか窓の外の感じもリアル。背の感じもちょうどいいかなちょっと大きいのかなどれぐらいがちょうどいいんだろうな 最近買ったので言うと、フィギュアーツ、まあこれちょっとね、角が折れたり、ショックが折れたりとか、パーツなかったりするんだけど、仮面ライダーファイズの、これ昔のやつだと思うんだけど、とかのこういうフィギュアーツと比べるとちょうどいいかもね。あ、ちょうどいいね。ちょうどいい。まあ変身して、室内にいるっていう状態がおかしいけどね。ちょっと今、ポーズ、ポージングが悪いけど、ごめんね。こんな感じで。 おお、これは夢広がるなこれさ、猫とかのさ、まあ猫のフィギュアなんて無限にあるじゃん猫のフィギュアとか置いてペットみたいにしてもいいし。わあ、楽しくなってきたわこれはね、めっちゃいいですね。りょうさんやっぱいいな買ってよかったりょうさん。りょうさん合うわ。で、スネープ。 スネープちょっと背高いんだよね。でかすぎ。まあでも、りょうさんとの身長差はこんぐらいあるだろうけどね。りょうさんはね、めっちゃ小男だからね。<laughs> 背低いんですよね。で、ファイズ。スネープ。うわー、いいわーはい、これね、もうね、なんかね、その、何コーナーにあるとかじゃなくて、もうね、僕が行ったお店には、こういうおもちゃ写真、おもちゃ用のこういうミニチュア用のドールハウスっていうか、 こういうね、もうこういう系しかないコーナーがもうありました。インテリアコーナーのそばに。だからインテリアコーナーにあると思う、大体は。あの、子供用のおもちゃコーナーにあるというよりも、インテリアコーナー、これ例えばセリアのこういうやつもインテリアコーナーにあるんだけど、多分おもちゃコーナーっていうよりもインテリアコーナーにあると思うんだよな。なのでね、よかったら、こう、遊んでみてください。いやいや、これでね、ほんにリアルなジオラマ写真を撮るのもできるし、僕みたいな人はもうおもちゃで遊ぶときに、 で、ここを舞台にして遊ばせることもできるというね。すごい楽しいですね。これはね、楽しい。一言で言うと楽しい。壁に貼るシールとかあるんで、本当に。それとかもすごいいいから。もっとね、派手にできるし。うん。まあまあまあ、もう組み替え自由というか、なんていうか。<laughs> やーべえな、これ。<laughs> あんまり入れ,入れすぎてもあれか。ごちゃごちゃになっちゃうかな。 わあ、すごい。あとはやっぱおすすめ、あ、そうね。あとね、こういう絨毯みたいなやつとかもいろいろあったんだよ。あとなんか寝袋とかもあったりして。そうそう、寝袋のね、ミニチュアみたいなやつ。俺それ持ってんだけど、そういうのもあったりするんで。わあ。いいですな。 いろんなおもちゃとね、組み合わせて遊んでみてください。まあ、トミカタウンと組み合わせるとね、またちょっとわけわかんなくなっちゃうかもしんないけど、僕的にはね、やっぱトミカタウン、ビルドシティとね、組み合わせたいんで、それいい感じでね、考えていきたいと思います。はい。トミカタウン、ビルドシティなんかもう終わりそうな予感だよね。だからトミーもうトミカタウン、ビルドシティ出さないもんね、全然。やばい僕がこんなに楽しいのに。終わるのかな、トミカタウン、ビルドシティ。あそうだそうだ、今ね、目に入ったんだけど、 100円ショップのアイテムで言うと、こういうのあったわ。こういう植木。これ100円ショップのダイソーかセリアかなかなんかのやつなんだけど、こういうのを置けばさ、ちょっとちょうどよくないあ、でもちょっと変かもうちょっとちっちゃい方がいいんか、この8だと。うん、ちょっとサイズ感変かなまあでも緑があるとね、よりなんかこう楽しくなるよね。うー <laughs> おほほほほほほ。これはいいぞ。うん。これしかもさ、思ったんだけど上にさ、こうどんどん積み重ねていったらさ、何階建てのアパートみたいになるよね。マンションっていうか。すごいな、これ。いやー楽しいいや、リアル、リアルあのね、こっちの外から見てもこう、使えるっていうのがいいよね。外からはもう家のね、ちゃんと外の壁紙になってるし。 わあ、いいな。これ、いいね。うん。まあも、もっと今、ちょっとできてない,できてないけど、りょうさんとかを、おしょ、ちょっと待ってね。まあ、椅子を、おしょ。これ、もうちょっと、こう、なんだろうな。ポーズ取らせるといいかもしんないね。おしょ、ちょっと待ってね。あ、でも、難しいな。ちょっと、壊しそうで怖いんだよな。 おしあ、でもどうだろうこれ、星座とかはできないんかな,なんか壊しそうなんだよな。このフィギュアーツ。あ、これ、変だな。あい,いや、一旦ちょっと直立にしとこう、りょうさんね。ちょっとやばいやばい。変にね、いじるとね、あの、フィギュアーツってね、これちょっと前のやつだから、壊れる可能性があるんだよね。俺、昔、仮面ライダー、カブトのフィギュアーツをさ、 遊び始めて速攻壊したことあって足が折れちゃったことあってあれショックだったわこれでこれねーおおあのー、なんだっけな YouTuber の人は誰だっけななんかねサムネだけこれを使ってる人とかもいるんだよね 動画内には出てこないんだけど、サムネイルはこれを使ったサムネを撮ったりとか。確かにこれサムネ撮りたくなるよな、ほら。これだけでサムネイルになるもんね。おほほほほほ。これちょっと一回スクショ撮っとこう。<laughs> いや、いいですね。はい。まあ、キャンドゥはね、とにかくそういうね、おもちゃにね、ぴったりなものが多いっていうのをね、まあ知ってる人も多いと思うんだけど、知らない人にはこうお届けできたらよかったかなと思います。 とということで今回は100円ショップキャンドゥのウッドクラフト用背景ボードを紹介しましただからメインはウッドクラフトなのかなかこのウッドクラフトもあんまり僕的にはあれかもしれないけどこれ塗装とかもできそうなんでなんかニスとか塗ったりとかするのかなうんなんかちょっとやってみようかなと思いますせっかく動画のネタにもなりそうだからねまたキャンドゥちょっと遠いんだけどねそのキャンドゥ行ってこようかなと思いますはい大きいキャンドゥが遠いんだよ近くにちっちゃいキャンドゥもあるんだけど ちっちゃいとこなんもないから。うん。生きなかだからね。はい。ということでね、今回は以上です。この動画良かったな、参考になったな、なんて思っていただけた方は、ぜひ、評価ボタンを押してってください。チャンネル登録やね、コメントもお待ちしております。ではまた、バイバーイ